ゆやささんんどうもですさん日本は台風13号、14号が連続で発生するかもです。いやですね、日本の南の海水温度は30度くらいあるそうです。日本には9月中には秋は来ないそうです。ということあなるほど、9月中には秋は来ないということですね。まだしばらく猛暑日があるみたいです。日本にやっと本格的な秋、 秋が来るのが10月半ばということですね。ね皆さん、日行です。紅葉も遅くなってますね。ギリシャでも紅葉あるんですか？今年の秋も短そうです。ギリあるあ、多分あるんじゃないかな。あのギリシャこう見えてこう見えてと言いますかね。あのちゃんと寒くなります。冬は。はい。なので多分紅葉あるんじゃないかなって思います。でも日本の紅葉とはまた違う感じかもですけど。はい。うん。 カムさん X のあのイーロン・マスクさんが2年後に火星に向けて大型宇宙船スターシップを初めて無人で打ち上げる予定だそうです無事に火星に着陸できるか試すんだそうですうまくいけば4年後には火星への有人飛行をしたいそうです火星も着々と手を手がつけられていきますねあの素晴らしい行動だと僕は思ってますよ はいあの火星移住は夢じゃないと思っていて本当に可能だと思ってますまあ今ではなくて将来的に必ず住めるようになると思うんであの未来に向けて1億年後2億年後とかに向けてちょっとずつ今から少しずつやっていくっていうことがまあ希望あるなんだろううん 本当宇宙の話はねあの夢がありますよ。本当に夢だ夢じゃなくて、なんかこう希望があると言いますかね。気持ちが希望に満ちあふれるというか、そんな気がしますね。うんえー、カブさん、チリ動画で出てきましたけど、あのカメは野生のカメなんですかちょっと待ってくださいね。え可、ー、いいですね。あと、マクドナルドがバイトの人の髪の毛を、えどういうこと マクドナルドがバイトの人の髪の毛の色を自由にするらしいですよ。むしろ今まで自由じゃなかったんですね。え全く同じ感想ですえ。そうなんだ。あの、マック、あと言われてみたら、あ、でも、え、嘘。でもなんかすごい、なんか紫色の髪とかしてる人もバイトし,たしてた気がしますね。勘違いかな。なるほど。逆に僕はあのアメリカ、これはマックってアメリカ発祥ですよね。わかりませんけど。 ね、なんか自,由の自由なイメージがあったんですけど違うんだね。ちょっと意外でした。うん、はい、ようさん、どうもですね。えー、カく君、肉女って、えー、あまりのインパクトにお笑いしちゃった。ありがとう。また腹筋鍛えたわ。うん。背骨。いや、今年の流行語になるないことをね、願いますね。はい。うん えー、株さん、ストームガラスは100均グッズでも自分で作れるみたいですよ。気が向いたら作ってみたいですね。あと、普通に売ってるみたいです。インテリアにも良さそうですね。ちょっと調べてみたら、化学薬品とかで使え,使えるらしいですね、確かに。うーん、ちょっと爆発しないが心配ですけどね。はいうん はい。えっ、ー、と、その中でさんどうもです。日本の新幹線に関する話題です。東京都市新潟を結ぶ上越新幹線において、2028年度から順次運転手を乗務させずに完全自動運転を実施する方針であることが明らかになったそうです。すごいですね。すごい。 2030年半ば頃をめに、東京から新潟までの全区間で、完全自動を実現する目標であることも明らかになりました。高速鉄道における完全自動運転を営業運転で行うのは世界で 初めての事例となります。すごい、うん。上越新幹線での取り組みが成功したら、東北新幹線や北陸新幹線でも完全自動運転を実施することも検討するそうです。いや、素晴らしいと思いますよ。ぶっちゃけ、あの、完全自動運転の方がいいなって僕は思います。なんとなくなんだけど。ね。うん、あの、こういった話も希望があるのでいいと思いますね。はい、あの、あの うん、はいということは素晴らしい話です。